コメントにあったカンジャンケジャンを食べたいと思います。これカンジャンケジャンの専門店で買ってきました。お店はこのオンゴチッコケジャン、発音悪いかな、まあ、とりあえずこのお店です。でね、すごいでっかいやつで買っちゃった。カンジャンケジャン私好きなんで結構食べるかなと思って。おー、カウニの香りがすごい。なんかこんな感じです。醤油漬けにされてます。早速出します。なんかカンジャンケジャンを家で食べるの初めてですよ。カニの香りがすごい。これね、食べ方がちょっと、まずね、足を切るって書いてました。あ、もうこれ取れそうですね、簡単に。取るか。あ、開いた。あ、すごい簡単に開く。そしてこのふわふわの毛みたいなのを取ります。うわ、カニ味噌がすごい。こっちの甲羅の方もそうですし、こっちカニ味噌が、こんなの美味しそう。で、これを2つに割るそうです。うわ、美味しそう。カニ味噌と身がいい感じに絡んでる。いただきます。うん、まっ。すごい身ぎっしり。やばい、めちゃくちゃ美味しい。こんな日に限ってこのね、白いワンピースを着てるんですよ。ちょっとエプロンしますね。エプロンしてきました。で、ついでにご飯よそいできました。これね、雑穀米なんですけど、白ご飯にすればよかった。まあ、ご飯はご飯ですよね。で、こんな感じでご飯にのせて、やば、めっちゃ美味しそう。絶対ご飯に合う。美味しい。やば。カニ味噌と身がね、すごいいい感じに絡んでて美味しい。これはやばい。ご飯にのせて食べると最高です。こんな感じでご飯にすごい合います。それでカンジャンケジャンの美味しい食べ方として、この残った甲羅の方にカニ味噌とかね、こういう醤油のタレがいっぱい入ってるんで、ここにご飯を入れて混ぜて食べます。これ結構一般的とされるカンジャンケジャンの食べ方です。こんな感じでカニ味噌とよく絡ませて食べます。すごい美味しそう。こんな感じで完成です。うわ、美味しいこれね、カニ味噌がめちゃくちゃ甘い。もうちょっとご飯足そう。すごい甘くて濃厚なカニ味噌、最高だ。やば、カンジャンケジャンすごい美味しい。これ足の部分食べれるかな。おー、身が詰まってる。おいしい。もうね、手がベタベタだ。もう一匹ぐらい食べようかな。カンジャンケジャンね、すごく美味しいですけどね、食べるのが結構大変ですね。ちょっと私不器用でめんどくさがり屋なんで。あ、もう滑る。あ、もうやだ。さっきからもう滑りまくる。これこれこれ。ほら、カニ味噌が。カニ味噌ファンにはたまりませんね。よいしょ。うーわ、これさっきのよりもカニ味噌がすごい。これ、トロットロや。あ、それでね、私海苔を用意したんですけど、よいしょ。こんな風にね、海苔にね、乗せて食べると美味しいんですよ。ご飯と一緒に。シュシュシュ、取れた取れた取れた。ちょっと待って。で、まずご飯を乗せて、うわ、カニ味噌がすごい。こんな風に海苔、ご飯、カニで、カニ味噌の順で乗せて巻いて食べます。こうやって、うまっ。めちゃくちゃ美味しいやん。
最初かこうやって食べたらよかったかも。この食べ方が一番美味しい。海苔の香りがいい感じについてる。やば、最強に美味しそうなビジュアルです。うーん、美味しい。これ海苔は絶対必須やな。でもすごい美味しかった。ちょっとね、食べるのは大変なんですけど、やっぱりカンジャンケジャンすごく美味しいです。私はね、お酒とか全然飲めないんですけど、でもお酒好きな人絶対好きですよ。これお酒に合うと思います。よかったら韓国に来た際食べてみてください。ごちそうさまでした。